ただいまから WFP チャリティーエッセイコンテスト2021の表彰式を開催いたします須磨学園高等学校中学校の岡田と申しますこの WFP チャリティーエッセイコンテストは2年前から学校全体として参加をさせていただいており今年で3年目の応募をさせていただきましたこういったエッセイへの応募これをきっかけにして生徒一人一人の心の中に WFP の 思いそして世界の食料に対する考えを考え始めてほしいというきっかけにしてほしいと思っておりますこれからも継続してこのようなエッセイコンテストに参加をさせていただき生徒一人一人の心の中にも考えるきっかけを与えていきたいと思っております私は先ほどご紹介いただきましたように小学1年生の担任をしております新型コロナウイルスの影響により学校生活はかなり変化しましたただ悲しいことばかりではなくて子どもたちや 保護者の方、地域の方、そして教職員が一丸となって今、生きることを最大限にやろうと前を向きながら工夫をすることができました学校給食もその中の1つの取り組みです学校給食を通して子どもたちが黙食を楽しんでいる様子を感じることができましたその子どもたちの笑顔が私にとっての心のワクチンとなっています。この夏のの夏青春の我慢が この素晴らしいショーにより素敵な高校生の思い出へと変わりました。私もオムライスで家族や周りの人を笑顔にし幸せにしていきたいと思います。一日,日も早いコロナの収束を願うばかりです。ありがとうございました。本日は素晴らしいショーをありがとうございます。私は疲れたときや気分が落ち込んでい,ているときも、母の手料理で。 私は笑顔になり元気を出すことができました食は食べることは生きることの一番の力になると思います飢餓で苦しんでいる世界の子どもたちの笑顔そして命を守るために私にできることを探していきたいと思います私は東京都の小学校で学校給食を担当しております栄養士です給食が再開された時は本当に神経を使いコロナに気をつけながら 子どもたちにうつらないよう、私たちも映らないよう本当に気を遣いながら作っておりましたそんな時に子どもたちから返してくれる「おいしいよ」のメッセージいろ,いろいろな形で子どもたちが「おいしい」のメッセージを伝えてくれるんですけれどもそのことを今回このエッセイを通して皆様にお伝えすることができて本当に嬉しく思っております。あの偶然でですが、この18歳以上賞は、 どちららも給食が取り上げられました。丹羽さんもおっしゃっていたように給食の時間小学生の6年間過ごす小学生にとっては本当にこう大切な楽しい時間ですよねあのその大事な楽しい時間がこのコロナ禍で提供される こうそして直接現場に関わられる庭さんたちはもうどんなに神経を使われたことかとこの作品を読ませていただいて改めて感じましたでもそんな中で子どもたちはひた向きに前向きに本当に元気にこの給食の時間をもう体中で楽しんでいるでその交流を温かく見守ってそして最後にはドラマがあって涙が止まらなかったっていう庭さんの作品に 本当に感銘を受けました今回、このエッセイを書くにあたって最初に思い浮かんだことは父と母国にいる私の祖母の笑顔ですたくさんの家族や友人と早くみんなで笑顔で食事を楽しめる日が来ることを楽しみに待っています。この度はありがとうございました 私が松下さんのエッセイを読まさせていただいたときにやっぱりこういう、まあ、コロナ禍ということでなかなか人と会えない会うことが難しいという状況の中でお父さんのカレーを通じて遠くに住んでいるおばあちゃんとつながるというところにとても心が温まりました家族揃ってとか友達とみんなでワイワイしゃべりながらご飯を食べるってすごく当たり前のことだったんですけれども そういったことに今は感謝をしなきゃなと、えー、改めて考えさせられるあのエッセイでした私の、えー、2年生の時のつらいことを書いて書いたらこのようなすごい賞を受賞できてすごい書いてよかったなと思いました。私は 当たり前なんてことはないと思ってこれからも頑張っていきたいと思っています。ありがとうございました。梨の妖精フナシと申します梨。またびやでしょう。毎年珍しい。<laughs> いや毎年この作文を読まさせていただくときに思うのは。 子供たちのその飾らない言葉がすごい素敵だなと思って好きなものをね大好きって言ってくれるんですごく読んでて気持ちがいいというかスッて入ってくるんだしな本当にあの響希ちゃんがあのね入院されてでなかなか退院できなかった時にどうしてもその父さんとお母さんに会いたいとか焼肉食べたいっていう思いをずっとねこ,うこらえて そしてようやく退院になった時に何がしたいって言った時に焼肉が食べたいって言ってお父さんとお母さんが泣きながら一緒に焼肉食べたっていうもうそのシーンがねもうすごく胸に響いてあ本当この子強いなと思いましたなしな本当に素晴らしい作品でした当たり前のことは当たり前だとは思わないって先ほどおっしゃいました本当にそれがすごい大事なことなんだなっていうのを すごく感じる作品でした。本当にありがとうございました。うん、<laughs> WFP 賞、千葉県加藤博子さん、思い出のサンドイッチ、大手コーヒースタンドのミラノサンド、それが私の心のワクチンだ。きよし。 看護ケア病棟に移ったって絞り出すような声で母が言った鉛を飲み込んだような胸苦しさに私は思わず目を閉じた「清おじさんは母の弟だ胃がんを患い入院していた緩和ケアとは積極的ながん治療をせずに痛みや苦痛を和らげることを優先するところだ」 つまり、そこに移ったということは、私も母も言葉を失った。その日は、妻のかよこさんが休養で、私が一日付き添いを変わることになった。食べたいものをリクエストしてね。私のメールに、あのミラノサンドと、即座に返信があった。 駅前でテイクアウトをし、病院までの上り坂を一気に走った。紙袋を掲げて、ヘイお待ちとおどける私に、おー、これこれ食べたかったよ。おじさんは目を細めた。その笑顔に鼻の奥がツンとしてきたから、私はコーヒーの香りを胸いっぱいに吸い込んだ。おじさんは、 私の初恋だ。十歳年上のおじさんの背中をずっと追いかけて成長したおじさんが結婚した時こっそり泣いたおじさんががんだと聞いて神に祈ったどうか助けてください」。 柔らかい日差しが降り注ぐ病室で私たちはミラノサンドを頬張ったおじさんはゆっくりとかみしめるように半分ほど食べた医者は何を食べてもいいって言うんだまあ量は食えないけどねまた買ってくるよそうだ次回は全種類買ってシェアしよう おいいねそして深く息を吸い込んでこう言った「お前はちゃんと食べろよ俺が言うのもなんだが人間は食べたものでできてるからなちゃんと食べて長生きしろ」私は無言でうなずいた。 「それがおじさんとの最後の食事になった」「元気が欲しい時私は今もミラノサンドをテイクアウトする」「パンを一みがブリコーヒーとごくり、胸がじんわり熱くなる」「見える私は今日もちゃんと食べてるよ」 天国のおじさんにそう呼びかける。このような名誉ある賞を頂い,いてこの上なく光栄に存じます今竹下様に読んでいただいたようにエッセイには亡くなったおじと一緒に食べたサンドイッチのことを書きました。 おじは海洋の水質調査をする仕事をしておりまして、日本のみならず海外の海にも出かけておりました。調査船にはさまざまな国籍の方が同乗して共に調査をしたと聞いております。おじはよく言っていました。人間一人一人は真面目でいいやつなのに、どうして集団になると戦争しちゃうんだろうな。 私のような凡庸なものには難しいことは分かりません。けれど、紛争や飢餓のない平和な世の中を望まずにはいられません。WFP の活動によって、一人での多くのお子さんの命が守られることを願っております。この度は本当にありがとうございました。